どうもちゃん、金子でございます。ということで、ちょっと本編に行く前にですね、先日紹介しました、オオズワイガニなんですけども、大反響でですね、4時間ぐらいでですね、5000ケース、重さにして約10トン販売ということでね、ものすごく驚いております。あまりの反響に、本当に皆さんありがとうございます。そしてまだ買えなかった方もたくさんいましたので、本日の朝10時から再販の予約をさせていただいたんですけども、そちらも結構な数量を用意したんですけども、3時間で上限達成ということで、ありがとうございます。もともと販路に困ってる漁師さんたちのお力に少しでもなればなと思って販売開始したものなんですけども、想像以上に皆さんからの反響ありまして、とても嬉しく思っております。今一つ一つ丁寧にプロの方が浜茹でして順次発送しておりますので、届くまでお待ちください。もうなんせね、水揚げてこういう風に氷締め、しっかりと氷締めして、でこういう風にたっぷりのお湯で湯がいて、こういう風に丁寧に綺麗な発泡スチロールとしっかり保冷された状態で送られてきます。オスとメス、あえてミックスで梱包してもらってます。オスとメス食べ比べてください。オスとメスの割合なんですけど、これは指定はできませんので、届いてからのお楽しみです。メスが多かったりオスが多かったりすることもありますけども、そこはご了承くださいませ。そして僕もこんなに早く予約分が完売すると思ってませんでした。でまだ購入できなかった方たくさん見えますので、次回の予約分も今進めております。なのでもうしばらくお待ちください。海の中にはものすごくオオズワイガニいるみたいなんですよ。生での発想だったらもうドーンといけるんですけど、生で来られても困るじゃないですか。皆さん、やっぱりプロの茹でた浜茹で、そしてノーフローズ、これに僕こだわってますので、どうしても1日に茹でれる上限というのがあります。ただ丁寧に茹でて発送しておりますので、今しばらくお待ちください。それでは本編へどうぞ。僕の友達がインターネット通販でお魚を売る仕事をしてるんですよ。会長のお魚屋さんってとこなんですけど、今日はなんで友達のお魚屋さんで海鮮ボックス作ってもらって、その出てきたお魚で料理を作っていきたいなと思います。もう値段は大丈夫だから、一番お前がいいなと思う魚を買って、それをボックスにしてくれと、まあ、量より質でやってくれと言ってありますんで、多分3匹から5匹ぐらいの中でやってくれると思うんですけど、そちらの方を先ほど取りに行ってまいりました。さあ到着。あそこにいますね。うわ、でもお魚何もないな。全然ガラガラじゃん。いや、3時15分って言われとるからね。なんなら15分早く来てます。うるせえ、髪の毛についていじられるのこんなうぜんだ。いや、切りましたけど、それは切ったの分かったよ、切るよ、髪の毛ぐらいは。切って、さらに雨ね、くしゃくしゃになって。そうです、そう、俺傘ささない派だから、俺は。これが、めちゃめちゃいいやつだけど、マジだ。本当これ選んだから。いや、俺が選んだ。じゃあ、目利きだから。じゃあ、俺が選んで、おじさんに、これはもういくらでもええもんで、これ絶対落としてください。それ嘘だ。何これ。とにかくいいの選んで、まあ、もう見えてますけどね、1個こいつだけな。これ見えちゃうんだ。しょうがない、大きい。ありがとう。じゃあもう髪の毛くるくるになっちゃうからさ、帰るか。もうか行くわ。いや今からなんだけど、仕方ないけど、家帰ってから行きましょうか。じゃあ、 4万円ですね。今日4万円です。ありがとうございます。4万円で。ありがとうございます。多分お値打ちだと思う。本当？マジで。あんたがお値打ちっていうんだったら、まあ、よっぽどお値打ちやね。多分あんたが見て、うん、これお値打ちだって言う。楽しみにしておきます。すごいポテンシャルのいいやつ。見たまあね、帰るってことで。はい、バイバイ。今日は使うんだ、これ俺の全力バイバイ。うん、今日は使おう。よし、行こう。ただいまというわけで帰ってまいりました。こちらが会長のお魚屋さんから購入しました4万円の海鮮ボックス。普段4万円とかは作ってないらしいんですけどね、今日は特別に俺が最高なのをいくらでもいいから作ってくれって言ったらこうなりました。結構ね、重たいんですよね。期待できますね。ほんで市場で今日上がったものなので、めちゃくちゃ鮮度はいいです。なのでこれ今日一度頭とお腹出して、1日冷やし込んで、そしてもっちりさして、お刺身定食を作っていけたらなと思います。よし、じゃあまずどんな魚が入っているのか見ていきましょう。さあ、じゃあいきますよ。せーの、ほい。はい、まず尻尾が見えてましたね。こちらめちゃくちゃいいサワラ入ってますね。これめっちゃいいな。このサワラ最高じゃない。まず1匹目はこちら。おお、めちゃくちゃ鮮度いいな。ピンピンのサワラ、ほんとに釣りたてのサワラって感じですね。どうなんだこれ、刺し網なのかな。なんか釣り物っぽいけどな。あ、ここ傷ついてるから釣りかな。これめちゃくちゃ物がいい。この太鼓、この厚み最高ですね。で2匹目いきましょう。2匹目はじゃこれいきますか。うおー、こちらヒラメですね。お、まだなんかドクドクって動いてます。心臓がこう動いてます。内臓がほら伝わってきますね。池のヒラメ、
これはうまいわ。この前のやつより二回りぐらい小さいサイズなんですけど、まあ、このぐらいが扱いやすいですよね。いいヒラメが1枚入っておりました。で、うわ、これすごいね。うお、すごいなこれ。これやばい。あー、会長いいの出てきたじゃん。クロダイです。なんだクロダイって思う方いると思うんですけど、今からの時期クロダイめっちゃうまいです。下手なマダイ食べるんだったらクロダイ食べた方が美味しいんじゃないかなっていう。ほら、この厚み、ずっしり重たい、クロダイだな。超メタボ系のクロダイですね。めっちゃ綺麗。こういうクロダイはうまい。あ、ラストです。うわー、まあこういうの入ってきますよね。じゃん、大ダイですね。3キロぐらいあるんじゃないかなこれ。めちゃくちゃ大きいタイが入ってましたね。てな感じのラインナップで4万円となってます。マダイもこれ鮮度いいですね。僕的にはこのクロダイとこのサワラ、ここやばいっすね。ここだけで3万円だよって言われても全然そっかって言える値段ですね。4万円は僕はお値打ちだなと思いました。そしたらじゃあ頭と内臓を落としていきます。じゃあまず鱗を取っていきます。うわすごい、これ久しぶりにこんなにいいクロダイ触る。お腹はこれ多分卵ですけど、卵に栄養が行ききってないです。すーごい超えとる。もうこの鎌のとことか、この尻尾の太さ半端じゃないですから。これは1日2日寝かしてすりたてわさびで食べたいな。で今日はこのアラを使ってアラ汁も作りたいんでね、こうやって鎌の下とかもきれいに落としていきます。よし、じゃあ頭落としていきます。鎌下から失礼します。うわー、これすごっ、やば、このクロダイこんなものいいんだ。めちゃくちゃ脂ある。ほらこの肝の感じ、俺こんなクロダイ触ったことないですね。うん、やっぱ卵でしたね。で卵なんですけど、ほら内臓脂肪もすごいです、ね、今からの時期ブリとかあとマダイ、クロダイ、こうやって卵持ってきますよね。今日はこの卵で煮付けも作りましょう。うわ、これはまず煮付けだな。うまそう。内臓これですよ、これもう最高。はい、こんな感じですね。まあ、これで綺麗に拭いて冷蔵庫で冷やし込みます。あんまり冷たい温度で冷やし込んじゃうと身がこうなんか縮むというかポソポソってなるというか、なんかそんな感じになっちゃいますので、まあ、普通の家庭用冷蔵庫で寝かしていきます。この魚によって寝かす温度っていうのも変えた方がいいんですよ。お寿司屋さんでこういう風に聞いて実践してみて、あ、確かになって思いましたね。次、マダイ。では鱗取っていきます。よし、では頭落としていきます。うわ、お、さあどっちだ。うん、やっぱりまあマダイは先ほどのクロダイと比べると脂の乗りはまあまあまあって感じですかね。さあ卵か白子どっちだ。あ、ちょっと見えてますね。これは卵でした。じゃあ、じゃあこれも一緒に煮ちゃいましょう。はい、これマダイの内臓こんな感じ。はい、これがマダイですね。僕が初めてジギングで釣った魚もマダイで、このぐらいの大きさだったな。懐かしいな、まだ釣りたいな。わあ、でも美味しそうだな。はい、じゃあマダイの仕込みの完成。次、サワラちゃん。じゃあサワラも頭落としていきますね。サワラは鎌の上からいきます。よし、さあどんなお腹だ。うわー、いいなー。お、これはまず胃袋。あ、でも何も入ってなさそうですね、残念。そして来ました、来ました、やった、サワラの白子出てきた。うん、これもなんか使いましょう。はい、サワラお腹も綺麗に洗ってピカピカです。いいサワラですね。おろすのが楽しみです。最後ヒラメですね。天然のヒラメ、サイズ的には40ぐらいですか。うん、そうですね、46ってとこですね。すき引きに挑戦しますか。ヒラメはね、池の状態の方がすき引きしやすいんですよね。苦手も挑戦していかないとうまくならないんでね。では行きます。そうだ、気まぐれブルーはすき引きにも向いてるんだった、忘れてた。ほらすごく綺麗にできた。
わあ、やりやすい。全然ほら全然違うわ。はい、こんな感じ。はい、白い方もやっていきます。はい、裏側もできました。そしたら頭を落としていきます。ニガ玉を潰さないように浅く包丁を入れていきます。さあどうだ。お、やっぱいいわ。今の時期ヒラメいいですよ。肝、こんなに綺麗な肝が入ってましたね。肝も食べましょう。そしたらこれも血合いを取って寝かしていきます。はい、このように頭と内臓、鱗全部取れましたら1日寝かして明日刺身にして食べたいと思います。それじゃあ1日後に移動。はい、では2日経過しました。1日で見たんですけど鮮度良すぎてまだちょっとプリプリ感があったんで2日行きました。じゃあ開けていきます。せーの、こんな感じですね。いい感じに油も回っておりますね。もう刺身では最高に美味しい状態になっておりますので、まずはこちらさばいていきます。で、今日量が多いのでこちら全部片身抜きでいきますね。で、卵白子はこれ全部煮ちゃいましょうか。ではまずサワラからいきましょうか。このサワラはすごいぞ。うわぁ、で、これ電話して聞いたら浜に1本しか上がってなかったんですって。このクオリティは、その日上がった一番いいサワラを競り落としてくれたみたい。ありがたいね。じゃあいきますよ。尻尾から入れて、はい、うわ、いいサワラ。美味しそうなサワラですね。秋口のサワラみたいですね。次、ヒラメちゃん、5枚おろしでいきましょう。真ん中に1本。で、こっち側も外していきます。美味しそうな身ですね。ヒラメはこっち側も下ろしちゃいますか。よいしょ。ヒラメのアラはものすごくいい出汁が出ます。すごいです。しかもこのヒラメはね、いいぞ。絶対脂乗ってる。よし、はい、OK。 じゃ次は黒鯛いきます。黒鯛は、うお、え、やっばこの黒鯛。もうここに入れた段階でその魚の持ってるポテンシャルは大体わかります。この子やばいわ。養殖でもしたんですかっていうぐらいの黒鯛ですね。で、黒鯛ってこんな油乗るんだ。これはワンナイモノでじーっとしてて美味しい餌ばっか食べてた個体だろうな。そう、ワンナイモノの魚ってこうやって潮が緩くて動かないから太ってて美味しい魚が多いんですよね。ほいっと。わー、これま、すごいわ。これものすごくいい状態です。お刺身ではもう今日これ最高の状態。お寿司ではちょっとね、まだ寝かしが弱いんですけど、お刺身だったら最高。次、マダイ行きましょう。マダイもね、さばいてる時はちょっと弱いかなと思ったんですけど、そこそこいいですよ。あ、いいわ。うん、あ、身が楽しみですね。天然のマダイはうまいです。はい、こんな感じ。まあ、さっきの黒鯛見ちゃうとどうしても目移りはしちゃいますけど、まあ、いい鯛です。では柵取りしていきましょうか。気まぐれブルーでいきますね。よし、こんな感じで入れていきます。気まぐれブルーも結構な量を用意しといたんですけど、もうありがたい話で、もう1日で全部売り切れになってしまいまして、造反も少しかけれましたんで、まだ少しだけ在庫今ある状態なんで、少し来るのは申し訳ないですけど、本当8月とか9月とかになっちゃうんですけど、もうそれ以降の生産もまだ分かんない状態なんでね、ぜひ検討中の方はお買い求めくださいませ。本当にいい包丁なんでね、すごく操作性がいい。気
切れ味もねすごくいいんですよ。でこれどうやって研いだらいいのっていう方すごく多いんで、またそれは動画にしたいと思います。マダイはこれ湯引きでいきたいですね。この腹目を湯引きでいきましょう。で少し皮引きバージョンも食べたいんで、皮引きはここら辺を取ります。こんなもんで、でヒラメですね。ヒラメは普通に皮引き、ほらこんな綺麗に皮引きますから。ヒラメのおぶしがここまでですよ。次目ぶし、ほら目ぶしも綺麗。次クロダイですね。クロダイはこんだけ油あってもやっぱりお腹のところ少し薄いですね。ここのお腹の中央のここが薄くなってるんですよね。ギリギリで取ってもお腹ここまで薄いです。難しいんですよねクロダイの腹すきって。上手に引かないとここが破れてしまいます。うわすっごバリバリだねこれ。さあでは皮引いていきますね。うわ引きやす。でクロダイはマダイに比べて皮目が少し赤黒っぽいんですよ。お刺身にした時にまあ好みなんですけど、あんまり綺麗じゃないなって思う方は少し浮かして皮引いて、この皮目の血合いこれは取っちゃってもいいかもしれませんね。でもそこにね油が溜まってるんで僕はそれも食べたいんですよね、うん、あでもやっぱさすがこんだけ油乗ってるとこの白い膜も取れますね。この白い膜がついてくるんだったらいいんですよ。でもこの白い膜って油なんですよ。ここまで油の乗ってるクロダイって本当にいないんです。だいたい真っ黒な感じになるんですよ。これはもうイレギュラーです。養殖のマダイとかはねここよく残りますよね。それは油がしっかり乗ってるからです。油が乗ってないとこの白は残んないですよ。でこっち側はねすごくわかりやすいと思う。あ切れちゃった。ちょっとわかります。こう黒っぽいんですよね。どんだけ鮮度が良くてもマダイと比べて違いますよね。これがちょっと食欲そそらんなって思う場合は剥いじゃってもいいと思います。お次サワラ、これはうまいぞ。サワラはここまで腹骨が入ってますんでここを取っちゃう。で半分に渡します。サワラの皮引きは難しい。よいしょ、おわ綺麗に引けた。ほら上手。こちら側も引いていきます。で気持ち浮かさないとこれ切れちゃうんですよね。サワラの皮って硬そうに見えて皮引くとなると薄いんですよね。で気持ち浮かして、浮かすぐらいがちょうどいい。こんな感じ。はい、こんな感じにおろしてありました。そしたら煮付けから作っていきますか。お鍋にお水を入れます。そしたらこちらお湯が沸きましたら、ここにまずは黒鯛の卵とこのマダイの卵、これを下茹でしていきます。白子と肝はまあこのままでいいでしょう。で下茹でする前に少しこうやってこの血管から血を抜いておくとよりいいと思います。お酒も少し入れておきます。ここに生姜とかネギとか入れたらもっと臭みが取れます、まあ、でもね鮮度いいんで臭みないから大丈夫だと思いますけどね。一度こういう大きいところは下茹でします。なんでこれ下茹でするかというと卵って火入りにくいんですよね。なのである程度ここで火を入れておく。10分ほど煮て火が入りました。もうこのねスープがいい匂いなんですよ。全く臭くない、タイアラの匂いがする。ちょっとうまいんじゃないこれ。いただきます。うわこれめちゃくちゃうまいわ。臭みもなくて美味しい。これは使わないといかんわ。スープベースに炊いていきましょうか。このスープを入れて、で、ここにお酒。で、ここに氷砂糖。で、お醤油をこの全体の量の、まあ、半分よりちょっと少ないぐらい入れます。こんなもんですね。で、これで火にかけていきます。うわうまっ。
このままでもだいぶ甘みがあって美味しく出来上がるんですけど、少し照りを乗せたいのでみりんも入れますか。そしたらここに黒鯛の卵、マダイの卵、そしてその他臓物、これも入れていきます。サワラの白子、ヒラメの肝、ヒラメのマコで、ちょこっと生姜も入れます。でこれで煮だれが半分ぐらいになるまで煮詰めていったら、卵や白子の煮付けの完成。よし、じゃあ煮ている間にお刺身作っていきましょうか。ではまずはマダイの湯引き作りましょうか。まず表面に軽くお塩をかけて少し脱水しておきます。5分ほど置いておきます。はい、では10分経過してかなり水が出てきましたね。こんなに魚から水が出ます。この魚の水が臭みの元。そしたら塩を水で洗って軽く水気を取って、少し皮目に切れ目を入れておきます。これをすることで丸々にくくなるのもあるし、刺身にした時に口の中で皮が残りにくくなります。そしたらペーパーをかぶせて、そしたら皮目だけに熱湯をかけます。はい、 OK、 こんな感じですね。そしたら冷水に落とします。で粗熱を取ったら取り出して水気を切ったら、はい、湯引きの完成。よし、では盛り付けていきましょうか。つまをこうやって置きます。今日は3貫ずつでいきましょう。なんで3貫綺麗に乗るようにつまを置いておきます。漁師町の定食屋さんで出てくるような刺身定食が僕は大好きなんですよ。それ目指して作っていきましょうか。じゃあまずはこちら、サワラですね。サワラの、じゃあこのお腹の一番脂乗ったとこいきますか。ちょっと分厚めに、このぐらいに1切れ、2切れ、3切れ、うん、角立ち、よし。次はヒラメいきますか。ちょっと今日マグロとかがないんで殺風景にはなりますけど、そういうのもいいじゃない。2切れ、3切れ、1センチぐらいの、このぐらいの厚さにいきます。ああ、いいですね。で、その下に縁側も置いときましょうか。縁側も、よいしょ。そしたらここ、マダイの皮引きバージョンいきましょう。いつもこう切るとこなんですけど、今日はこう切りますか。こういうふうに。こういきます。少し切れ込みを入れときます。ちょっと魚体が大きかったんで、筋が気になるかなと思いますんで、少し筋を入れとくと、口の中でとっても、ほどけやすいお刺身になります。で盛り付けていきます。はい、 OK、 サワラ、ヒラメ、マダイ、まさしく伊勢湾って感じですね。でお次、今日のメイン、クロダイですね。すっごい、このクロダイもっちもちですね。ほら、もうマダイと全然違う。はい、クロダイ、せっかくなんでこのクロダイのお腹のところもいただきましょう。でここのマダイの下に先ほど湯引いたこちらの湯引きですね、これ切っていきましょうか。ちょっと盤が大きいのでここで切って、これで平作りでこれでいきましょう。であとは適当にあしらいですね、食用菊のっけたり、ちょっと変わり種で、暴風やなんかもまた風情が出ますよね。でわさびはこれがいい、あえてこの芋わさびじゃなくてこのタイプの練りわさび、この冷蔵タイプの、これが刺身定食って感じでいいですよね。でちょっとタデやなんか入るともっと綺麗ですね。はい、これでお刺身の完成ですね。じゃあ次はあら汁作っていきましょう。そしたらまずはこちらのあらですね、霜降りしていきます。お湯につけて 1,2,3 秒ぐらいお湯につけていきます。はい、こうすると取りきれなかった鱗が逆立ってきて取りやすくなります。あら汁は鱗が入っているともう最悪な味わいになりますんで、鱗は必ずこうやって取ります。結構鱗が切れば取れない鱗ってありますんでね、それをきれいに取っていきます。使い捨て歯ブラシとかでゴシゴシやったら手も安全だと思いますよ。というこの付けですね、この細かいところ、こういうところを重点的に取っていきます。
そしたらお水にこちら、だしはやっぱりだしの地図、最高に美味しいだしパックを入れます。 500cc に対して1袋、これだけで簡単にここに書いてある7種のだしがさっと取れます。お味噌汁はもうだしが命です。どれだけ魚のアラを入れてもベースとなるだし、旨味がしっかり取れてないと美味しいアラ汁にはなりませんね。はい、これで煮出していきます。その間にメカブですね。今が旬のメカブ、今日はメカブがメインじゃないので少しにしときます。本当にこの今の時期のメカブっていうのは香りが強いんで、脇役として使うんだったらもうお椀に少し入るぐらい、もうこのぐらいでいいです。で、箸休めの漬物ですね。そしてきゅうり、はい、出汁が引けましたらそこにお魚入れていきます。まずは骨、そしてサワラのカマ、そして霜降りしたクロダイのカマ、マダイのカマも入れちゃいます。うわ、なんて贅沢なあら汁。これしっかり火を入れていきます。はい、ではいい感じに火が入りました。これもうアクもね全然出ません。新鮮な魚で綺麗な処理をするとアクも出にくいんですね。そしたら火を止めて、今日は赤味噌でいきますね。これは完璧に僕好みの定食ができそうですね。ほいで、ちょっと濃いめが好き、赤味噌は。はぁ、美味しい。いい出汁だ。そしたら、お椀にメカブを入れて、この熱々の汁を注ぎます。注ぐと。そしたら、クロダイのアラでも入れておきますか。ポチョンと。はい、これであら汁の完成。そしたら卵を切っていきましょう。そしたら最後こちらの卵ですね。だいぶ味も染みたと思います。これちょっと冷えるとこうやってカチッと固まります。で、この固まんないと包丁で切れないんでね、少し余熱を取ってこれで切っていきます。うわ、全部うまそう。これがマダイの子で、これがクロダイの子で、これがサワラの白子で、ヒラメの肝ですね。もうこんなんが大好きなんです。そしては切っていきます。お、中までしっかり火が入ってますね。マダイの子、うわ、マダイの子はやっぱりキメが細かい。キラメの肝、サワラの白子。そしたらお皿に盛り付けていきます。まずはクロダイの子で、マダイの子、サワラの白子、ヒラメの肝ですね。で、少しタレをかけたら、はい、これで卵と白子の煮付けの完成。そしたらできたものを組み立てていきましょう。お盆にまずここにお刺身、炊きたての土鍋ご飯、そして煮付けを置いて、で、漬物ですね。完璧にお皿ミスったな。そしたら箸置いて、醤油を置いたら、はい、これで4万円の海鮮ボックスから出てきたお魚を使ったお刺身定食の完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。こんな感じに仕上がりました。本当にお店屋さんに来た気分ですね。で、これにすいません、ビールください。ビールは瓶かジョッキありますけど、あ、じゃあ瓶で。銘柄はアサヒ、エビス、キリンありますけど、どれにしますか。アサヒでお願いします。これが僕の一連の定食屋での頼み方です。はい、お待たせしました。ゆうてー、やっぱ瓶ビールってなんか美味しく感じますよね。この小さいコップで飲むのがまたオツなんですよ。きたー、海鮮定食2380円。いただきます。まずはお醤油ですね。お醤油を入れて、
まず一口いただきますね。いただきます。うめえ、最高。ちょっと食べにくいんでお盆から出しちゃいます。ではまず刺身からいきましょうか。脂の乗ったサワラからいきましょう。醤油につけて、でこれをご飯の上に乗せるんですよね。これが刺身定食の食べ方。いただきます。うん、うまー。会長、これサワラだな。うまいわ。ええー、の買っとるわ。あいつ目利きうまくなったな。次、この美しいヒラメ。ヒラメもわさびと醤油でご飯の上でいただきます。あ、おいしい。うわー、うまっ。やっぱ2日だな。うん、次マダイ行きましょうか。いただきます。うわ、うまいな。マダイも美味しいね。で少しお汁を。うん、まっ。出汁が出とる。この赤出汁とビールで。あー、最高の昼間だ。じゃ次、湯引きいきましょうか。よいしょ。いただきます。あ、うん、やっぱこのぐらいの大きさの鯛は湯引きした方が僕好きだな。おいしい。ちょこっと箸休め。こういうのが嬉しいですよね。うまい。7対3、プロ。では次、黒鯛。今日のスペシャリティ、いただきます。うわ、これはね、極上ですね。何この美味しい白身。初めて食べたんだけど、こんな美味しい黒鯛。ここまで脂乗ってるのは本当に初めて出会いました。まあ、マダイとはね、またちょっと違うんですよね。マダイより僕はこの癖が少ない気がします。クロダイの方が普通ね、逆って思われがちなんですけど、意外とね、綺麗なところのクロダイは癖がなくてすごく食べやすいです。でこんだけ脂乗ってるとすっごい脂が甘い。お、めちゃくちゃ美味しい。こういうの食べちゃうともう他食べれなくなっちゃいますね。うまっ。ではクロダイのお腹のところ、ここ行きましょうか。これうまいと思うな。いただきます。これはそのままで。うまっ。すごいわ。縁側みたいにすごくコリコリしてて、で脂がきれい。これどこら辺で取れたんだろう。海域が知りたい。水深何メートルとかどういうところなのかちょっと知りたい。ものすごく豊かな漁場で取れたクロダイだと思います。竜宮城の周りとかじゃないともう合わないですね。いろいろと辻褄が。何食べたらこんな天然物でこんな脂乗るんでしょうね。まあでもイワシとかそういうの食べてるんでしょうね。クロダイは海藻とかも食べるんですけど、海藻食べとったじゃこんな脂はつきませんからね。まあ多分カタクチイワシとかマイワシを爆食いして育ったクロダイなんだなっていうのがもう身でわかります。この風味でわかります。そんな素晴らしいクロダイですね。お次は卵ですね。これがうまいんだよな。じゃあまずはクロダイの子からいただきます。うまっ。待って、これめっちゃうまい。うまっ。この卵自体にもしっかり味があっておいしい。次、マダイの子。うわっ、全然違う。マダイうまいね。めちゃくちゃきめ細かい。カスタードクリームみたい。うん、やっぱ卵はマダイの卵の方がうまいですね。次、サワラの白子の煮付け、いただきます。うん、あ、うまっ。甘辛系でうまいね。これはビールに合うわ。おいしい。ヒラメの肝、いただきます。贅沢に。これはうまい。これ、うわ、うんまっ。
一番うめえんだけど。今までで一番美味しいヒラメの肝の料理かも。ヒラメの肝煮つけてください。めちゃくちゃうまい。ヒラメの肝ってめっちゃしっかりしてるんで。あ、アニサキスだ。いるんだアニサキスとか。ヒラメの肝の煮つけはすごいな。今度からヒラメの肝は煮つけよう。うん、肝醤油よりこっちの方がなんか料理としてレベルが高い。いや幸せですね。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は会長のお魚屋さんから買った4万円の取れたて鮮魚ボックスの中身から出てきたお魚を使って刺身定食を作って食べてみましたけども、めちゃくちゃ美味しかったですね。特に黒鯛が素晴らしい味でしたね。卵をあんだけ持っててさらにあんな油あるっていうのはね、素晴らしい。なかなか出会えないお魚に出会わせてくれましたね。会長ありがとう。会長のお魚屋さんリンク貼っておきますんでね、新鮮な愛知県の魚介が食べたいなと思った方はね、ぜひ注文してみてくださいね。だいたい3時から5時ぐらいの間に出品されることが多いと思います。商品見るだけでもね楽しいと思いますんで、ぜひ。はい、という表彰ありがとうございました。バイバイ。